内見ジョニーの物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。早速ですが本日ご紹介の物件はこちら。非常にリーズナブル、癖になる間取りのメゾネットがあるとの情報をキャッチしております。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。1990年8月地区の鉄骨造5階建て。コメンテーターには私立吉吉大学スーパーミニマム校吉の吉子さんにご協力いただいております。本日はよろしくお願いいたします。このマンションなんか見たことあるわね。気のせいかしら。とにかく基地感がすごいって聞いたから飛んできちゃいました。空飛ぶ住める基地を探してます。基地の基地子です。今日もよろしくね。駐輪場2カ所にございます。スロープタイプでほんのり基地感ございます。やばみやばみ。フロントエントランス、メールボックス、ご入居後のお楽しみ、出前ボックスございます。エントランスはオートロックでございます。失礼します。エレベーターございます。館内は清掃行き渡り清潔です。着きました、こちらです。ドアチャイムが好きな方は必見、最新のドアチャイムです。それでは今日も元気に。 Open Fire。 It's スーパーコンパクト、 But とてもスタイリッシュ、そんな空間。左側にはお出かけ時の身だしなみチェックを圧倒的サポート、 Open Fire。 ダイナミックなミラー、シューズボックスございます。棚の高さは横に調節可能、あなたのセンスが光ります。失礼します。かなりコンパクトですが、無駄なスペースを作らずしっかりプライバシーを確保しています。こちらは約8畳の空間。こちらからテレビアンテナ線、ネット回線接続可能、窓からの採光が最高、非常に開放的です。上階にもお部屋が広がり、ワクワクドキドキメゾネットになってございます。床の色と真っ白な壁紙がシンプルだけど、とってもおしゃれだわ。かなり基地感もあってグッジョブよ。こちらはおトイレございます。温水洗浄便座、水回りはかなりコンパクトにまとまっています。基地感を大切にしています。こちらは窓からの採光が最高、化粧洗面台とバスルームが一体型のエコ面台でございます。Open Fire。 ミラー部分は開閉可能、歯ブラシやお化粧品が収納できるようになっています。網戸だ、換気窓があるので入浴後の湿気対策はバッチリです。爽やかな空気を循環させます。これだけ水回りがまとまっていると匂いとかも気になるから、窓がついてるのはいいわね。掃除した後もすぐ乾いてくれそうですわ。仕上がっております。キッチン見てまいります。冷蔵庫スペースはこちら。ダイナミックな窓から差し込む太陽光が気分を上げ上げさせてくれます。中華料理はお任せ、ガスコンロ2口、作業スペースは自身でどうにかしてくれスタイルです。 Open Fire。 深型調理器具しっかり入ります。レンジフードも新しく仕上がります。対面式にすることでより開放的に室内にしっかり光が注ぐデザインになっております。ご友人との会話も弾む予感。Open Fire。 洗濯機スペースございます。扉で隠せるので生活感を出しません。お外の景色はどうでしょうか。網戸だ。北海道の大自然に負けず劣らずの畑ビュー。賛否両論ビューではありますが、畑が大好きな方にピンポイントアタックです。外からのプライバシーを守るスモークパネル、洗濯物はしっかり乾く最高具合、戸建てのような生活感あふれる物干し竿付き、非常にノスタルジックな景色を演出できます。何これ、このおしゃれだけどどこか懐かしい感じ。吉子今少し泣いてます。上階へ参ります。こちらからテレビアンテナ線接続可能。コンパクトな空間を非常に斬新な間取りに仕上げております。清潔感もあり頼もしいお部屋です。ロフトとは違い、中腰にならなくても過ごせます。 Open Fire。 クローゼットございます。ダイナミックなサイズ感、季節ごとの不要なものやお布団、ブランケットなどが十分入ります。
窓がついており、湿気対策はバッチリです。網戸だ。爽やかな風が年中舞い込みます。エアコン完備。2階がリビングスペースとして機能するようにデザインされています。こちらはベッドスペースとしてちょうどいいサイズ感。その他デスクワークスペースとしても使えます。あなたのセンスが光ります。吉子さん、こちらいかがでしょうか？吉感ございます。はい、ということで、どうやら一部屋目の探検はここで終了のようです。今回はもう一部屋内見可能ということで、そちらもサクッとご案内してまいります。コンパクトな面積をこれでもかと言わんばかりに拡張した、非常に頼もしいお部屋に仕上がってございました。よかったわ。2階部分が想像以上にリビングルームしてて、吉子的には広すぎるくらいだわ。家族全員で引っ越す時のマイリストにぜひ登録しておきます。はい、ということで2部屋目。ドアチャイムが好きな方は必見。失礼します。It's very standard。そして清潔。そんな空間。Open fire。シューズボックスございます。棚の高さは調節可能タイプ。キッチンございます。収納棚完備。清掃行き渡り新築並みのピカピカ具合でございます。Open fire。深型調理器具入ります。小型冷蔵庫完備。単身用のエコなサイズ感です。ガスコンロ二口。こちらは？バスルームございます。浴槽はそれなりに広さがあります。Open fire。化粧洗面台と浴槽が一体型のエコ面台。ミラー部分は開閉可能。化粧品や歯ブラシなどをしまってくださいませ。窓からの採光が最高。こちらからテレビアンテナ線接続可能。エアコン完備。日中は電気をつけなくても十分作業ができる最高具合です。独特な位置にドアがございます。こちらはおトイレございます。温水洗浄便座。冬場わざわざ寒い中をトイレに向かうことなくすぐ用が足せます。ネット回線はこちら USB 接続できます。 Open fire。 クローゼットございます。単身サイズ。必要なものだけまとめて収納。ミニマリスト向けのサイズ感です。お外の景色はどうでしょうか？網戸だ。景色は抜けており洗濯物はしっかり乾く最高具合。河川が大好きな方にピンポイントアタックです。はい、ということでどうやら今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか？非常に個性的なメゾネット、そしてミニマルに機能的に仕上がったコンパクトな 1K の間取り。普通にも斬新にも生活ができる非常にバリエーション豊かなお部屋たちでございました。よかったわ。今回は良すぎて選べない感じがしてます。とりあえず家に帰って住んだ時の妄想しまくります。ご一緒ございました。それでは今回はここまで。皆様ご視聴誠にありがとうございました。